今あのナレーターっていうかナレーションとか解説一切押し黙ってるのはもう運転にすごい集中してるからです。大変危険な状態が続いてます。車間距離もほぼなくて速度もすごい低い状態っていうか逆ですね、速度がものすごく低くて結果車間距離がもう前後ご覧のように10ずつないと。まあ前方はトラックが先頭なのかそれの前にもう1台いるのかちょっと分かんないですけど、ちょっと遅い車がいるともうご覧のように数珠つなぎになるという代表的な例ですね。大変危険な状態です。湯野岳から1時間ぐらい経つんでね、鹿島衛星で一旦降りましょう。どうする？